ジャイアンツ1980年代のチーム内ホームラン王。1980年、王貞治30本。1981年、原辰徳22本。1982年、原辰徳33本。1983年、原辰徳32本。1984年、ウォーレン・クロマティ35本。1985年、原辰徳34本。1986年、ウォーレン・クロマティ37本。1987年、原辰徳34本。1988年、原辰徳31本。1989年、原辰徳25本。1980年代はリーグのホームラン王を獲得した打者は出ませんでした。